はい、皆様こんにちは。セミナーズの清水です。さて本日は10分でわかるビジョナリーカンパニー、こちらのチャンネルでは経営者向けに経営のヒント、事業を伸ばしていくヒントをお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録、そしてよかったらいいねボタンもね、お願いしたいと思います。最近ビジョナリーカンパニーゼロという本がね、出まして周りでも話題になっております。これまでじゃん、こちらですね、ビジョナリーカンパニーといえばこんなシリーズが出てましたけれども、このね、10分でわかるビジョナリーカンパニーということで、著者のね、ジム・コリンズさんが表されたこのビジョナリーカンパニー、お伝えしていきたいと思います。とはいえね、このビジョナリーカンパニーいいよって言って手に取ってみたら、開けてみたらこんな字がちっちゃいって、ね、読むの大変って、もう私も本当読み込んでですね、もう1ページ1ページもうものすごい赤ペン入れてね、読み込んだっていうね、記憶ありますけども、これをね、いざ読み始めようと思うと、文字もちっちゃいし、ページも多いし、結構ちゃんと気合い入れて読まないと頭に入ってこないぐらいね、深い内容が書かれてるんですね。まあ、ですから今回はなんと、10分でわかると。10分でわかるというようにね、ポイントを押さえてお伝えしたいと思います。これね、全部をカバーしようとか、全部を正確に理解しようと思うとなかなか大変ですから、ポイントだけ、これさえ知ってればまあ OK じゃないかな、みたいな感じでね、お伝えできればなと思ってます。そして興味がね、増してきたら、この1から始まるシリーズ、最近の0まで読んでいただくと皆さんにとって、もう本当に力になるんじゃないかなと。ヒントがたくさんあるんじゃないかなと思います。さあ、そもそもね、このビジョナリーカンパニーって何なのか。この長期にわたって繁栄するような会社、さらには偉大な企業とは何なのか。これ規模の大小とかね、グローバルに展開してるとかそういうことだけではなくてですね、短期的に一気に成功して消えていくような会社ではなく、偉大な会社ってどんな会社なのと。ちっちゃな会社でも偉大な会社はありますと。大きな会社であるから偉大だとは限らずですね。いや、真に偉大であると。このね、Good to Great ってタイトルがついてるんですけども、良かったっていうところからも偉大な企業に進化していく。進化した会社の共通点は何なのかって。まあ、こんなお話なんですね。興味ありません?ね、この単にすごいとか単に伸びてるとかお金を稼いでるじゃなくて、単にいい会社、グッドからグレート、グッドからグレート、この偉大になっていくにはどうすればいいのかって、その共通項をもうとことん研究して書いたらこんな分厚いシリーズになっちゃいましたみたいなね、そんな感じなんです。で、こちらの内容をね、ポイントだけ紐解いていきたいなと思います。まず一つはですね、彼が言うのは、うまくいった会社っていうのはヒット商品みたいなね、製品で偉大になれるかって、そうじゃないんですよと。もう会社そのものが究極の作品であると。例えば経営者がすごいとか、この商品すごいとか、このサービスは秀逸だよねっていうので偉大になるんではなく、もう会社そのものが商品であるかのような、会社そのものがピッカピカに磨かれている究極の作品のような素晴らしさを持った時に偉大な企業に進化していくんですよと。まあ、こういうことなんですね。ですから、社長が有名になるとか、社長がすごいではなく、みんなで会社として良くなっていく。ここに目を向けましょうよと。そのためにはどうすればいいのっていう共通項を彼が示してくれたんですね。特にビジョナリーカンパニー1では、それらの共通するポイントをね、分析に分析を重ねて、より明確に、ストーリーとともにたくさん紹介してくれるので、もう1ページ1ページヒントが盛りだくさんなんですね。その中のね、一つ大事なポイントはですね、このビジョン。ビジョンの共有なんです。どういう思いで、どういう理念で、どういう哲学で、どういう価値観を持って、この会社ってやってますかって、もとにかくここに集中しろって言うんですね。ビジョンこそが全てなんだと。ビジョンがあって初めて会社は偉大になれるんだと。だからある意味ね、社長がやることってのはビジョン作ることだけなんですよ。我々はこうなってきたいと、こんな会社でありたいんだと、社会にこんな価値を届けたいんだみたいなね、この未来のビジョンどれだけ強く描けるかどうか。彼が言うにはですね、これ多くの会社は時刻を告げる経営者になってる、時を告げる経営者になっちゃってるんだと。つまり、ああしろこうしろ、こうやるべきだと、実務だとか作業に入りすぎていると。
今何時だ、もう間に合わない、締め切りはいつだ、四半期決算に間に合わせろとかね、この時刻を告げる経営者ではなく時計を作る経営者であってくださいと。つまりそれを見さえすれば、もう今何時です、間に合わないですとかね、今期間もなく終わりですとかね、今月のなんか終わりまでに目標達成しろとかで、ギャー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 時刻を告げてるような社長じゃなくて、ですよ、時計を作っちまえと。時計を作ってしまえば見ればわかるでしょうと。これ確認してねって、時間はみんな見ればわかるんだから自分で考えろと。でつまりビジョンを作ることによって、そのビジョンが拠り所になると。社長が言ってるからやるんじゃなくて、ビジョンに描かれてるからそれに従ってみんなが動くようになると。だから質の高いビジョンを作れるかどうかが極めて重要で、いつまでも今何時ですよ、今何時ですよ、朝起きなさい、お昼ですよ、晩ご飯ですよ、もう時間だから定刻だから帰りなさいみたいなね、いつまでも時刻を告げてるような社長、つまり業務に口出しすぎてたりだとか、やるべきことだとか目標だとかなんかね、時間に追われてるような社長じゃいけませんよ。いやいや、時計を作るんだよって。時計を作る、つまり時計を見ればみんな見ればそれわかるんだから、っていうかみんながその拠り所になるような仕組みだとか概念だとか、拠り所となるようなビジョンを作って、それを共有することによってみんながそれに向かっていく。細かいこと言ってるうちは偉大な企業になりませんよっていうのが、この第一のとても重要なポイントなんですね。でそのためには、そのビジョンに向かっていくためには基本的な理念っていうのを浸透させていかないといけないんだと。基本的な理念、会社はこうでありたいと、こんな風な思いでやっていきたいと、この基本理念の浸透にものすごい時間をかけていきなさいよと。多くの会社はね、目標を達成することだとか、商品をすごいものを作れとかね、もちろんいい商品だとか実務をちゃんと行うだとか、目標達成は大事なんですよ。ですがそれ以上に理念の共有の方が大事なんだと。哲学だとかフィロソフィーだとかミッションだとかビジョンだとか、会社によっていろんな表現ね、クレドだとか呼び方あると思いますけども、とにかくこの基本理念の浸透させることに魂込めてやってきなさいと、まあ、こういう話なんです。そうするとビジョナリーカンパニーになるっていう、まあ、こういうことなんですね。ビジョンを作り、基本理念を浸透させなさいと。基本理念を維持し、ただし進歩を促すと。基本理念の維持と進歩を促す。これね、東洋的に言う陰陽の概念なんかを使いながら彼表現してるんですけどもね。守るべき、変えてはいけないことは絶対変えちゃいけないと。例えば、顧客のためにとかね、社員を大切にするとか、全世界の健康に貢献するとかね、なんかそういう強い思い、これは変えちゃいけないんですと。社長が変わろうと何だろうと、この会社の魂とも言えるような基本理念の維持だけはもう絶対に崩してはいけないと。ただし変えるべきことはもうどんどん変えなさいと。中には商品構成変えちゃなさいと。ビジネスモデルを変えることも OK ですよと。やり方だとか目標だとか、その戦術的な方法だとか販売スタイルだとかも変えるのもどんどん変えてきなさいと。社会は変化してるんだから、その変化に合わせてどんどん進歩を促すってことはもう超積極的に、失敗してもいいからとにかくやるんだと。うまくいくまでね、大量の行動をとってうまくいったものを残すんだと。とにかく進歩を促すってことは忘れないんですけども、忘れないんだけども、基本理念だけはもうね、絶対に変えちゃいけないことは変えちゃいけないんだと。このね、区分をちゃんとする。多くの会社ってね、社長の思いつきでいろんなアイデアが出てきて、何でも変えちゃうんですよ。何でも変えてしまうから、土台となるような基本理念の維持、そしてそれが浸透していくってことがないまま、今までこうやって言ってたのになんで今度変わっちゃったのみたいなことってよくあるんですけども、それじゃダメですよと。変えちゃいけないことは絶対変えない。変えちゃいけないことは絶対変えない。だけども、進歩を促す。より良いもの、より価値提供できるもの、より時代に合わせたものっていうことは、両方面、陰と陽の関係でね、両方面矛盾なく統合してやっていきましょうよっていうのはこれなんです。だから基本理念の浸透はするんだけども、基本理念は絶対変えちゃいけないんだけれども、進歩を促すって、このね、区分、うちの会社で変えるべきことは何だろう、変えちゃいけないことは何だろうって、ここを社長がはっきり認識しておかないと、例えばコロナみたいなことがあった時、ブレていくんですね。